はいどうも、てらきなすでございます。ウルトラマントリガー第8話、26年ぶり復活、ウルトラマンパワードに登場いたしました、ハワード・タナカ、なんと復活でございます。すごい、今回はウルトラマントリガーパワードダダ復活記念というところで、パワードダダに、今回はねフューチャーして、紹介していきたいと思います。ウルトラマンパワード第8話侵略カイドに登場いたしましたパワードダダなんですけれども、まあ、まずですね、パワード怪獣ってわかりやすく、名前の前にパワードとついているんですけれども、劇中とかで呼ばれる名称とかはですね、バルタンとかダダとかパワードはつかないんですよ。わかりやすくね、商品化とかするときにパワードとついてますけれども、差別化するためにパワードとついてますけれども、まあ、実際はですね、実際のところはバルタン、Z、ドラコとかね、そんな感じで、パワードとかはね、つかない、ほんとシンプルな、名前なんですよ。でね、このパワードダダに関してはですね、もっとややこしくてですね、そもそもね、初代ウルトラマンとかと戦ったあのダダの同族というわけではないっぽいんですよね、これが。そもそも、初代ウルトラマンたちと戦ったあのタダかと言うと、そのタダでもないっていうところでですね、一つまずご理解いただければと思います。というところですね、ウルトラマンパワード第8話のあらすじをちょっとざっくりと紹介していきたいと思います。突如、パソコンモニターが謎に発光し、人が消える事件が発生。その現場には大量の砂のようなシリコンが残されていた。事件を調査するうちにたどり着いたのは医療用コンピューター制作会社のニューロネットインダストリー社だった。本当にざっくり本当にざっくりでございます。はい、このパワードダダってね、じゃあ何なのかっていうところなんです。実はですね、このパワードダダっていうのはですね、コンピューターウイルスなんですよ。コンピューターウイルスね、なんかベイビーランダンしてきましたね。コンピューター制作会社ニューロネット、この解雇された元社員が逆恨みのために作ったコンピューターウイルスだったというところで、この辺ちょっとグリッドマンに似てますよね。そのニューロネットの社員を襲わせてたんですけども、なんとですね、そのコンピューターウイルスがだんだんと自我を持ってきちゃいまして、挙句の果てにその逆恨みした元社員が作ったもう生みの親ですよ、なんと襲ってしまうね。怖いですね。で、なぜ襲われてしまったか、なぜ襲ったのか、そう、そのね、コンピューターウイルスダダはですね、その自我を持って自分の肉体を得たいと芽生えてしまったんですね。でね、自分の肉体を得るために人間を襲って炭素ユニットっていうのをね、こう奪うわけですよ。で、その炭素ユニットを奪って余ったのが、その大量の砂のようなシリコンだったわけですね。そう、それでね、出現するときはね、パソコンのモニターにダダパターンっていうね、ダダの体の模様のような幾何学模様がパソコンのモニターで現れまして、まあ、そこからね、こうグーッと襲われるわけなんですけれども、これがね、なかなかね、ちょっとホラー演出で、ウルトラマンパワードの話になった時に、やっぱりパワードダダは絶対に名前に上がるよね。やっぱり初代ウルトラマンのダダとかもそうですけど、等身大、パワードダダもね、等身大で結構出てくるシーンが多くて、その巨大怪獣もね、もちろん怖さはあると思うんですけど、等身大、人間サイズで出てくる怪獣って、また別の怖さがありますよね。それちょっとホラー的な怖さがありますよね。もしかしたら自分のね、テレビの画面からもパワードダダが出てくるかもしれないみたいなね、そういう風にもね思いますし、パワードダダ当時の子供たちにね、印象付けたんだなっていうのを思いますね。そしてこのパワードダダはですね、初代ウルトラマンに登場したダダと同じようにですね、3タイプ存在するんですよ。 ABC とね存在するんですけども、このね、3体のね、ダダがね、こう人間をワッと襲うわけなんですけれども、ウルトラマンパワードと戦うときはですね、実体化するにあたって、この ABC のダダがギューッと合体して、こう巨大化するわけですね。で、ウルトラマンパワードと戦うわけなんですけれども、そのウルトラマンパワードにですね、サイコキネシスで岩をぶつけたり、車をぶつけたりして、ね、応戦するわけですね。まあ、ウルトラマンパワードってこう基本的にこう派手なアクションというよりかは、光線を跳ね返したりとか、平手でこう押し返したりとか、割とそういうようなアクションで、
こう、あんまりこう、殴ったり蹴ったりみたいなのは、派手にはやらないウルトラマンなんですけれども、パワードダダとの戦闘はですね、魔法使いチックな戦いを見せてくれまして、ダダの放った、こう、攻撃に対して、ウルトラマンパワードが、念力でまたそれを跳ね返すみたいな、そういった戦いが見えてですね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。うん。自分の放った攻撃をダダに跳ね返して、でもね、ダダは、まあ、言うても、コンピューターウイルスの怪獣ので、そのダダ直接に攻撃してもですね、あまり意味がない。発電所にメガスペシウム光線を打ちまして、そのコンピューターウイルスごと、倒そうというところで、ダダ本体ではなく、発電所にメガスペシウム光線を放ちまして、そしてダダを倒す、ね、いう戦いで、幕を閉じました。そしてですね、あ、よかったよかったと、ダダ倒したし、あ、よかったよかったと、ダダの取り付いてたパソコンはもう破棄しますよっていうところでね、あ、よかったよかった、あ、事件解決だって言って終わるかに見えたところで、電源も入っていない破棄されたパソコンがふーっと映りまして、そして一人で、ね、パチ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 パソコンがつくんですね。そしてモニターもあつきまして、そこにはダダパターンが映し出されて、ドーッドーバチンと終わるっていうね。まだあのダダは生きてるんじゃないのみたいな終わり方で幕を閉じるっていうですね。やっぱこの終わり方ですよね。この終わり方が秀逸すぎて、今でもウルトラマンパワードの話になった時に、もう絶対に話が上がる一つとして、やっぱ出てくると思うんですよね。やっぱりあの終わり方がね、すごい恐怖を煽ってきますよね。せっかくウルトラマンパワードが倒してくれたかに思われたのに、実は生きてるんじゃないの？次は僕らのテレビの画面からパワードダダが来るんじゃないの？みたいな。最後謎を残した終わり方で、幕を閉じるっていうところにですね、やっぱりどこか、ウルトラっぽいなって思いますよすごいウルトラっぽいなってね思いますよね。もうそんなね、生きてたんじゃないの、実はまだ生き残ってるんじゃないのっていう、パワードダダがなんと26年の時を超え、ウルトラマントリガー第8話で、登場というところで、しかもね、何がすごいって、ウルトラマンパワードで使われたオリジナルのスーツが、ウルトラマントリガーにも登場するというところで、これはすごいですよね。相変わらずつぶらや物持ちいいなと思うんですけども、このパワードダダはね、面白いところがもう一つありまして、こう作られた素材がですね、ラテックスとかではなく、スパンコールで作られてたんですよ。デザイン画だと、こう電子の模様のような、幾何学模様で、作られてたんですけども、向こうの海外で、スーツを作るにあたって、こうスパンコールで、ね、それを作って再現したっていうところで。で、そのやっぱスパンコールなだけあって、他のスーツと比べても、物持ちがやっぱりいいんじゃないかと。劣化があんまりしにくいんじゃないかって。ところがありまして、それでですね、今でも現存していたみたいなんですよね。そしてですね、マスクなんですけども、これ実はですね、ウルトラマンパワードに登場したパワードダダのマスクとは少し違うんですよね。だからマスクだけ新規造形したのかななんて、言われてるんですけども、実はですね、マスクもですね26年ものなんですよ。というのも、こちらはですね、ゲーム、3DO のゲームで登場したパワードダダのマスクが使われてまして、こちらに実写のパワードダダがね、ゲームなんですけど、実写のパワードダダがね、登場するんですよ。そこに使われたマスクを今回、ウルトラマントリガーで使われるということなんで、マスクも、この着ぐるみ、スーツも、しっかりとですね、当時物っていうのがね、半端じゃないですよね。しかも、ウルトラマントリガーでもしっかりと、A タイプ、B タイプ、C タイプ、わかりやすくですね、パワードの略で PDO-1A、PDO-2B、PDO-3A というね、名称があるんですけども、ABC タイプがね、ウルトラマントリガーでも登場するそうなので、すごく楽しみですよね。しかも、前回の続き、後半ですから、ウルトラマン Z が、まだウルトラマントリガーの世界にいるわけですよ。
そこでですね、ウルトラマンゼットとウルトラマントリガーが相手にする怪獣がパワードダダっていう、なんて大盤振る舞いなんだ。大盤振る舞いにも程があるだろうと言ったね。しかも監督は田口監督というところで、とんでもないものが見れるんじゃないかと期待せざるを得ません。ただでさえですね、パワードダダが登場するというだけで狂気乱舞なわけですよ。なのにもかかわらず、投資者の着ぐるみと、そしてウルトラマン Z も客演と、なおかつ監督が田口監督と、放送前から皆さんの期待値も高いですし、まあ僕もめちゃくちゃ期待してますし、なんならツイッターのトレンドにパワードタタが入っちゃいましたし、もうそれぐらいですね、パワードファン狂気乱舞、そしてどんなすごいかっこいいパワードタタを見せてくれるのかと、もう今かと楽しみにしているわけですよね。というところでですね、ウルトラマントリガー第8話、こちらもね、第8話っていうのがね、憎いですね。ウルトラマンパワードでもね、第8話登場しましたけれども、ウルトラマントリガーでも第8話といったところで、ね、どんな活躍をしてくれるのか、すごく楽しみでございます。増殖する侵略。ウルトラマントリガーに合わせまして、なんと、ウルトラ怪獣シリーズで、パワードダダが一般販売でございます。すごーい！ウルトラマンおもちゃウェブの公式ブログを見ていただければわかるんですけれども、担当者さん、あまりに気合が入りすぎて、背面塗装までしちゃったそうです。いつも以上に背面がね、こう塗られていると。これはとんでもないですよね。うん。というところで、おもちゃの方もめちゃくちゃ楽しみですし、ウルトラマントリガーでどんな活躍をしてくれるのか、電子をこう巡り巡って、ウルトラマントリガーの世界に来ちゃったのかな、みたいなね、いろんな妄想しちゃいますけれども、どんな風に活躍してくれるのか、非常に楽しみでございます。以上、ドリキュラシャンデマのドリキュラスでございました。それでは、バイバイ。